はい、どうも皆さんこんにちは、バクレーです。今回はディアブロ4の装備厳選をするときに、知っておいてほしいことやったりとか、化身の活用法だったりを紹介していこうかと思います。で、動画自体がハクスラ初心者の人だったりディアブロ初めてだよって人向けに作ってるので、そこら辺はご了承ください。それではやっていきましょう。はい、それでは冒頭でも言っていたことを紹介していこうかと思います。で、なんでこんな話をするかっていうことなんですが、ハクスラ今回が初めてだよっていう方だったり、ディアブロ今回が初めてだよっていう方、だったりすると分かりづらいところが結構あったのかなと思ったので、そちらを紹介していこうかと思います。で、そもそもハクスラっていうもん自体なんやねんっていう話なんですけど、すごい大雑把に説明させてもらうと、敵をひたすら倒して、でその敵がドロップするアイテムを集めて自分のキャラクターをどん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 強くするっていう遊び方のゲームになってくるんですけど、このドロップするアイテムを集めて力を強化するっていう行為自体の本番がレベル最大時からになってくるんですよね。なんでかっていうと、極端な例なんですけど、レベル1の時に拾えたレアリティの高いレジェンダリーっていうレアリティのアイテムと、レベル最大時の最低リアリティのコモンのアイテムを比べると、このレベル最大時のコモン装備の方が圧倒的に強くなってきます。なので、レベル最大時からが本番だよみたいな感じで、それまではチュートリアルみたいな形になってきます。で、それプラスディアブロにはワールドティア難易度っていうのが存在していて、この、難易度ナイトメア、トーメント以上でないとユニーク、装備だったりそれのアイテムっていうもの自体が、ドロップしないようになってるんですよね。なのでガチの本番はレベル最大プラス難易度トーメント以上からになってきます。じゃあそれまで、手に入れたレベル最大までに手に入れた装備っていうのは、どうなるんやっていう話なんですけど、これは残念な話なんですが、レベルが上がって更新、レベルが上がって更新を繰り返していくので、基本的には大体の装備は打ったり素材に変わっていったりしてると思います。で、ここからが本題なんですけど、そのレベルが最大時までに行える、厳選って言えばいいのかな、厳選って言い方がちょっと、間違った言い方になるかもしれないんですけど、厳選の話をしていこうかと思います。まずレベル最大時までの話なんですけど、基本的にはさっき言ってたみたいにレベルが上がる更新、レベルが上がってまた更新っていうのをずっと続けていってもらうんですけど、その中でちょいちょいレジェンダリーアイテムが、ドロップするかと思います。で、レジェンダリーアイテムには他の、レアだったりコモンだったりには存在しない特殊な能力がついていて、例えば単純に攻撃力が上がるっていうだけじゃなくて、攻撃上がるプラス、まあ、なんか竜巻出ますみたいな、能力だったりがついています。で、じゃあでもさっきまでの話だったらレベルが上がったら結局更新するんだからその能力意味ないよねっていうことになってくるんですけど、ディアブロ4には化身っていうシステムが存在していて、この特殊能力を、このアイテムからぶち抜いて他のアイテムに付与できますよっていうシステムが存在します。なのでこのシステムを使うと、レベルが低い時に手に入れたレジェンダリーアイテムでもその特殊能力だけは、他の武器に使い回せるので、使い道があるよねっていう話なんですけど、ただそうそううまい話でもなくて、例えばこの特殊能力が攻撃力、そうですね、 100% アップがついていたとしましょう。ほんで、これを装備からぶち抜いた瞬間に 50% に下がっちゃいます。化身っていうアイテムにした時点で 50% に下がります。で、そこから装備箇所によって、つけるときにまた数字が変動するんですね。で、画像であるみたいに両手武器やったらプラス 100%、まあ、なので、ぶち抜く前の能力に戻りますよと、これやったら、損することなく付与できますよと。で、アミュレットだったらこの 50% プラス 50%、プラスしてアミュレットにつけれますよとか、で他はプラスがないのでさらに半減されたやつをまた半減みたいな形でめちゃめちゃ損するんですね。なので、損することなくつけれるのは両手武器だけで他は損しますよみたいな形です。で、両手武器の場合だったら、まあ、常にこの能力は必ず自分は欲しいから両手武器につけとこうっていう感じで、更新するときにただ更新するんじゃなくて、レベルが高いアイテムに自分が必ず欲しいこの特殊能力を付与して更新で、またレベルが上がって、レベルが高いアイテムを装備してこの付与されているやつをぶち抜いてまた更新みたいな、ぶち抜いたやつをつけて更新みたいな形にしていくと、レベル最大時まではかなり楽して、いけるんじゃないかなと思います。ただ他の場所だったりすると結構能力が下がっちゃうので、まあついてないよりマシやろみたいな感じで、それぐらいの能力だったら付け替えていってみたいな感じでやっていくといいかと思います。で、バーバリアンの場合だとこの化身っていうのがかなり、損しないというか、こいつの場合だと両手武器をなぜか2つずっと持ってるので、一番恩恵を受けれるキャラクターなんじゃないかなと思います。
で、ここから装備の見方を紹介していこうかと思うんですけど、例えばレジェンダリーアイテムだからといって必ずしも強いというわけじゃないんですよね。レジェンダリーにも当たり外れが存在していて、で1個下のレアリティのレアにも当たり外れが存在しています。で、こんな感じでレジェンダリー、レアを見比べてもらったときに、この特性の部分ですね、攻撃力アップとかがついている部分の数が、単純に違います。レジェンダリーだったら4つついてますよ、レアだったら3つついてますみたいな感じで、ここが違うんですね。で、プラスそこにレジェンダリーの場合だと何か付与されている能力がありますよと。で、レジェンダリー、例えば攻撃力が合計で 40% 上がったとしましょう。で、レアの場合だと合計 90% 上がりますよと。で、ここからレジェンダリーに付与されている能力何かしらで 30% 能力がついて、合計攻撃力はレジェンダリーは 70% 上がります。それでもレアの方が 90% 上がっているので、レアの方が強いよねみたいな感じで、当たり外れどちらのレアリティにも存在します。なので、装備を厳選する際、レジェンダリーやから、全然レアなんか見なくていいわじゃなくて、一応レアと見比べてもらって、こっちの方が全然強いじゃんってなったら、こちらの装備を、装備してもらっていくって形の方が、どんどん強くなっていきやすいんじゃないかなと思います。で、先ほどの説明でちょっと言いそびれてたんですけど、さっきの化身っていう能力は、システムですね、は、レジェンダリーからレジェンダリーだけに移し替えれるわけではなくて、レジェンダリーからレアにも移し替えることが可能です。ただレアリティがレアより低いやつっていうのは、ちょっとベータ版の時点で試せてないので申し訳ないんですが、わからないんですけど、今のところわかってるのはレアには、付与できるので、ここら辺を見比べてもらって、レアリティが低いからといって無視するんじゃなくて、一応厳選する際はこちらも厳選対象に入れてもいいんじゃないかなと思います。この特性の部分を見てもらって、はい、ではここからレベル最大値の話をしていこうかと思うんですけど、先ほど説明できていなかった部分も補足していきながら説明していこうかと思います。で、先ほど、レジェンダリーアイテムには、特性が4つありますよ、レアには3つありますよとか説明させてもらったんですが、この区切られているところより上の部分にさらに固定の特性っていうのが存在していて、これは武器だけになります。で、この線より下の部分が入れ替え可能な特性になってるんですね。で、この入れ替え可能な特性とか一体何やねんっていう話なんですけど、ディアボロにはこの特性の中から一つだけを選んで入れ替えてくれるシステムっていうのがあるんですね。だから、例えばなんですけど、この入れ替え可能な特性の部分、欲しいやつが、3つありますよと。で、1つ微妙なやつが存在しますっていう時に、この微妙なやつを入れ替えて、自分が欲しいやつが出るまで入れ替えって繰り返していって、で最終的には自分が欲しいやつが出るまでやって、その装備を完成させるっていうことが可能なシステムなんですけど、なんでレベル最大値からの話っていうことにしたかっていうと、結構これ素材とかお金を要求されるんですね。なので、レベル最大値までだとレベルが上がった時に結局頑張って特性入れ替えたところで結局ポイってしちゃうことが多々あると思うので、それまでにがっつりやっちゃうと大損食らっちゃうので、レベル最大値に本格的にがっつりやってもらったらいいんじゃないかなと思います。ただ、お試しにとか、まあ、なんとなく入れ替えてみるかみたいな感じで、さらっとやっちゃうには問題ないんですけど、がっつりやると、まあ、ちょっと損しちゃうと思うので、このシステムをがっつり使うっていう時はレベルが最大値からになってくるかと思います。はい、レベル最大時からの話は以上になります。ちょっと短かったんですけど、レベル最大になった時に少しでも楽になるんじゃないかなと思ったので紹介させてもらいました。で、最後に力の古文書について紹介していこうかと思います。で、またはやこの力の古文書って何やねんという話なんですけど、すごく簡単に言うと、このレジェンダリーアイテムに付与されている能力の劣化版が必ずダンジョンをクリアすると手に入るものですね。マップに存在するこのダンジョンをクリアすると、必ず手に入るものなんですけど、このベータ版の時点で存在する、レジェンダリーアイテムですねの、まあ、半分以上、大げさに言うと8割ぐらいは言い過ぎかもしれないんですけど、まあ、半分以上は同じ能力が存在してたかと思います。力の古文書で、その代わりかなり能力は本当に低いです。例えば力の区分書で攻撃力アップが 20% あったとしましょう。これはもうこいつは固定ですね。で、同じ能力でも、ドロップ品だったら最大攻撃力が 100% アップ出ますよみたいな感じであるんですけど、もちろんレジェンダリーアイテムもね、必ず 100% が出るわけじゃなくて、まあ、それが60やったり 40% やったり 20% だったりするので、まあ、そこら辺は何とも言えないんですが、低い代わりに必ず手に入ります。
まあ、なので、ベータ版だとね、レジェンダリーアイテムポン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 落ちたと思うんですよ。やられた方だったらわかると思うんですけど、ポン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 落ちたと思います。なんですが、製品版だとあんなにポンポン落ちませんよっていう風に、ブリザードが明言しているので、あんなに落ちないと思います。だからこの力の古文書っていうのはかなり駆使していっていいシステムだと思うので、レジェンダリーアイテム落ちなかったっていう時、全然レベル更新してどうすんねんレベル上がって装備を更新するっていう時に、とりあえず、能力低いけど付与されてない分よりは全然いいので、力の古文書で付与していくっていう風にどん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 やっていってもらって全然いいと思うので、レジェンダリーがドロップ全然しないよっていう時とか、欲しいスキルやけど、まあ、他の能力は出るけどこれだけ出ないよねみたいな感じで、とりあえずつけとく分には問題ないので、これを駆使しながらレベル最大まで、使っていっていいと思います。でレベル最大になってくると、まあ、もちろん能力があまりにも低いので、つけてないよりかはマシだと思うんですけど、さすがにレベル最大頃にはここら辺はそこまで使わなくなってくるんじゃないかなと思う、勝手に予想してるんですが、まあ、それまではがっつり使っていっていいシステムだと思うので、ぜひ使っていきたいシステムだと思います。はい、今回の動画は以上になります。まとめると、強いかどうかは特性で見ましょうっていうのと、化身とか力の古文書をうまく使って少しでも楽をしようみたいな感じと、ガチの厳選が始まるのはレベル最大プラストーメントなので、まあ、そこから本気出すみたいな感じですね。すごく簡単にまとめると、こんな感じです。で今回はビルドについては全く触れてないので、次回はバーバリアンのベータ値に組んでいたビルドだったりを紹介する動画を出そうかなと思ってます。それでは、また次回も気が向いたら来てみてください。お疲れ様です。